ございます。今日10月の30日土曜日でございます。まあ、朝の10時なんですけれども、今日はまたまたこれからねカリフォルニアに向かいます。今回はね、先生の妹のベビーシャワーがありまして、初めてのね赤ちゃんなので、お祝いしにね、もちくんももちろん一緒ですけれども行こうと思います。今日のパーティーは今日の2時からなんだけど、まあいつものことは多分夜までずっとパーティーだと思うので、ちょっと遅れて向かう感じにはなるんですけれども、安全運転でね向かおうと思います。ということで6時間ほどドライブいたしまして、先生の、ね、妹さんのお家に着きまして、すごいいっぱいね人がいそうなので、多分パーティーの様子は撮れないと思うんだけど、まあ、始まってはいるから、まあ、6時ぐらいまでやるみたいなので、今ちなみに3時半なのでね、ちょっと遅めだけど着きましたので、とりあえずパーティー行ってくると思います。はい、ということで先生の実家に帰ってまいりました。ただいま9時でございます。一応6時までのパーティーだったんだけどね、まだ多分みんな帰らないでお酒飲んでたりする人も多分まだいるんじゃないかなと思うんだけど、私たちはね先に帰ってきました。まあ今日出たからちょっと疲れてたっていうのもあるしね、はい、こんな感じで久しぶりにまあ親戚にも会えて盛大なパーティーでございます。いつも通りのね大人数の盛大なパーティーでございまして、今日はまあ様子はね、パーティーの様子はまあ人もいっぱいいたし全然撮れてないと思うんだけど、まあ明日のビログで一緒にしようかなと思っておりますので、今日はこの後も別に特に予定ないのでお送りしようかなと思っております。明日はちょっとまだ決まってないけど、先生のねお父さんが今病院にいるからお見舞いに行くのと、アジアンマーケット行けたら行くか、まあ、明日日曜日に行くか月曜日に行くかちょっと決めてないんだけど、帰るまでには行きたいので、お買い物行きたいので、はい、まあ、明日の予定は特に決まって、まあ、お見舞い行くぐらいなのでね、それ以降は決まっておりませんので、またね明日更新しようと思いますので、ということで今日の分はこの辺で終わりにしようと思います。ということでまた明日。おはようございます。今日10月の31日ハロウィンでございますね。まあ今年は別に特に予定もなくカリフォルニアにいまして、昨日のベビーシャワーで結構半分ぐらい仮装してる人もいたから、うちらもなんかすればよかったなって若干後悔してるんだけど、まあ、特に予定もございません。お家にもいないので、もう子供にねキャンディーあげる仕事も特にないから、今日は先生のお父さんのお見舞い、昨日言ってた通りお見舞い行って、アジアマーケット行ってお買い物して、一応明日帰る予定なので、まあアリゾナにもアジアマーケットあるんだけどね、こっちだと近所にいっぱいあるので、いろいろ回れそうなので、必要なものとか、まあ、食べたいものいろいろ買って帰ろうかなと思っておりますので、そんな感じの予定でございます。ということで、これといって予定はないですけど、いろいろやっていこうと思います。ちょっとカメラ忘れちゃったので携帯撮ってるんですけど、コリアンマーケットに来たので、今ね先にご飯食べようと思って、ちょっと時間経っちゃったから夕飯ちょっと早めに、ね、食べようと思って、ジャジャン麺を頼みまして、今待っております。ましたー、めっちゃ美味しそう。先生はトッポギと、これなんだっけ、キンマリだっけ、ちょっと名前はあんま分かんないけどです。いただきます。買い物終わったので公園にお散歩来ました。ちょっと携帯で撮ってるから画質めちゃめちゃ悪いと思うんですけど、夜の公園、今日はねハロウィンだから
人いるかなと思ったんだけど、公園はさすがにあんま人いないですね。ってことでお散歩します。おはようございます。今日は11月の1日、今時間がもうすぐ11時になります。昨日はね、あの後あのスーパー行った後公園のお散歩して帰ってきて、そのまま寝てしまったので、まあ、ちょこちょこいろいろしてね寝てしまったので、昨日のVlogね、ちょっとすごい短かったと思うんですけど、今日はもうこのまま帰ります。もう荷物も積んでね、私はもうすっぴんで寝癖がすごいので、今日はもちくんの顔でお送りしますけれども、今ねご飯、ロードトリップ用のご飯買って、昨日買ったものもね全部詰めましたので、あのままね、多分まあ夕方ぐらいには着くかなと思うので、まあ今日早く出たからそんなに遅くならずに帰れそうなので、はい、ということで帰ります。今日の朝ごはん兼お昼ごはんは今ね買ってきたんだけど、生春巻きと、あとこれがねすごい美味しくて大好きなんだけど、名前はちょっと分かんないんですけど、このグリーンのね緑色の蒸しパンみたいな、なんかね蒸しパンなんだけどちょっとゼリーっぽい感じっていうのかな、すっごいもちもちの蒸しパンなので、ね、ココナッツ風味のね味なんだけど、見た目はねこのグリーンなんだけど、普通にココナッツ風味の蒸しパンでございます。あとベトナムのね肉まんです。あとサンドイッチね6個ぐらい買ったんだけど、まあ食べたりお家持って帰ったりするようでたくさん買ったので、これ食べながらゆっくりね帰ろうと思います。ちなみに飲み物はこれはなんだ、レッドデイツ、デイツ、デイツってなんだっけ、ちょっとわかんないけど、のお茶、甘いお茶だけどね、と私は菊のお茶にいたしました。これね、これも甘いんだけどね、なんかたまに飲むと美味しくて、そう菊のお茶にいたしました。かぼちゃめっちゃ運ばれていくかぼちゃ、あそこにもう一台だ。ハロウィン終わったから用なしになっちゃったのかな。はい、お家帰ってきました。さっきじゃなくて昨日か、買った食材をねしまってきます。それではね、お家に着きましたので、ちょっと荷ほどきをしながら夕飯の時間までゆっくりしようと思います。まだ眠そうな人。今日の夕ご飯はさっきのね残りの生春巻きがあるので、サンドイッチと一緒に食べようと思います。